はい、どうも皆さんこんにちは、梅昆布 CHS というわけでね、今回なんですけども、こちらの魚ね、皆さんちょうどでも1ヶ月前ぐらいなんで覚えてますかね。こちらの魚はですね、タイガープレコっていうお魚ですね。まあプレコの仲間ですね。まあ1ヶ月前にねやって、で、ね、本当にね、苔がねどうなったのかとかね、あとね、まあこの子を飼ったことによりね問題が発生したんでね、まあそれがねどんなことだったのかってことはね、今日はお話しさせていただきたいなと思います。で、まずですね、この子苔がね食べてくれるんじゃみたいなことをね言ってたんですけども、本当にねその通りでした、ね、もう1ヶ月ぐらい掃除しなかったんですよ、水槽の苔掃除。いつもね2週間に1回ぐらいやってるんですけども、もうね苔がね全然生えなくて、全然ではないけどそんな生えなくて、普段もね1週間はしないうちに生えるんですけども、うん、この子ね、ほんと頑張ってくれたんだなと思いますよ。かわいいね。ほんと、こっからだと、あ、ダメだ。で、もう、で、まあね、あとね、その結構ね、苔はね、ほんとにね、水槽のね、このね、ガラス面とかにね、こう全部ね、うわーってついてたんですけども、それがね、あんまないですね。なんか、薄くついてる程度って感じですね。でまあ、自分のオトシンクルスっていうね、まあ、苔を取ってくれる同じような形のね、ちっちゃい版のナマズがいるんですけども、ちっちゃい版みたいな、ね、ナマズがいて、で、まあ、それよりね全然ね苔取ってくれる能力こいつの方が高いなと思いましたね。やっぱ優秀ですね。ちょっとやっぱあとその南沼エビっていうやつもね苔取ってくれるんですけどもね、それもね入れたことあるんですけどね、やっぱプレコにはかなわないですね。本当にやっぱプレコ神だろ、ほんと苔食べてくれますね。いやでもね、まあでも問題点もあるわけですよ。まあ問題点っていうのはね何かっていうのはねちょっとお話しさせていただきます。まずですね、めっちゃくちゃね気性荒いんですよねこの子。でもコリドラスとかね、まあ、この水槽コリドラスいいんですけどね、コリドラスもねまあ、ちょっと喧嘩しちゃうんですね。まあ別に共存うまく、ね、できてんでいいんですけども、あんまひどいようだとね、これ気をつけないといけないんで、まあそれはね本当に水槽の大きさとか水槽の環境とかね、その子の性格によって違うんで、それはねちゃんと飼い主さんがね見てあげれば済む問題だと思うんですけども、ほんと過去プレコを飼うときは、ね、喧嘩して下手したら水槽を分けなきゃいけないみたいな、ね、覚悟で飼わなきゃね、ちょっとダメですね。まあ、あとね、こいつ、もうね、糞がすごいんですよね。めちゃくちゃね、水槽汚れるんですよ。で、まあね、水槽の底がね、汚れるとどういう問題が発生するかっていうと、まあ、やっぱ、コリドラスみたいにね、そこをね、もう、モフモフって言うんですけども、いっぱいね、こう、砂を漁って餌を食べる子が、病気になっちゃうんですよ。まあ、なりやすい。まあ、やっぱ、あんまりよくよろしくないものですからね。でもやっぱクーリーローチとかクラウンローチとか、その辺もね結構危ないと思うんですよね。だから今水槽の底のね掃除はマジ本当にまめにやった方がいいと思いますね。めちゃくちゃね汚いんですよ。ちょっと今ねマジないんですけど、見当たらないな本当には。今マジ見当たらないけど、いやでもねこの子ね、まあ、糞、まあ、その、あと、それ以下はそんな問題ないかな。うん。まあね、またね、新しい問題が発生する可能性はありますけどね、飼ってたら。やっぱね、飼っててね、嘘だろみたいなね、ことが発生することもね、あるんですよ。めちゃくちゃ見づらいな、こっち。あ、やっぱね、あと隠れ家にね、この子は元々隠れてる子なんで、あんまね、見えないんですよね。まあ、夜行性なんでね、元々。それ、覚悟して買わないとねつまんねえよってことになっても、まあそういうね種ですからねしょうがないですよね。あと餌はねまあ普通に全然市販のプレコの餌とかコイダラスの餌とかね食べてくれるんで、めちゃくちゃねいいですよ。でも結構ねあんま良くない場所はあるんですけども、ただ、ね、それに、ね、負けないぐらいねたくさんの魅力があるんですよプレコって。おー動いた動いた、こうやって餌探すんですよ。めちゃくちゃ動き方可愛いですね。だからね、これは本当にね、皆さん飼った方がいいと思いますよ。本当にね、プレコっていろんな種類いて、もう1メートルぐらいにでっかけなプレコから、
この子みたいに、ね、15とかそんぐらいね、とどまるプレコもいて、値段もね、やっぱ500円ぐらいから、もう本当に何万するような子とかまでいっぱいいるんでね、まあ、それは本当に好みで、ね、選んでみてください。本当にプレコ可愛いんですよ。めちゃくちゃ可愛いですね、この動き方。はい、じゃあね、それじゃあね、ご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら。